エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は全然試合が動かない、キルやルールが取りづらい試合でも勝率を上げる方法となります。ガチマッチを繰り返していると、キルやルールを積極的に取りに行って試合が動きまくる時もあれば、その逆というのもありますよね。特にお互いに編成的に保守的になりすぎていた場合、キルを取ることも難しいですし、ルールも動かないと思います。特にナメロウ金属のガチアサリとかになると、試合の硬直が多く延長戦になりがちっていうのがあるかと思います。ということで今回はトラストでキルを取りづらく硬直がしやすい試合でも勝率を上げるための方法を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずこういった均衡状態や勝っている時に気をつけたい要素としては、防衛ラインの高さを意識するということが大事です。例えばですが、すっごい防衛を頑張っているのに1デスで逆転された、試合が終わってしまったってことはないでしょうか。これはチーム全体として防衛ラインの高さが低くなってしまっていることが原因となります。実際のマップを見て話していきたいと思います。まず、こういった均衡状態の時というのは、マップの塗りや立ち位置はこのようになっているかと思います。中央の塗りも偏りがなく、お互いに攻めづらい状況ですね。ですが、こういった試合でリードを取った後の防衛はこのような配置になることが多いです。均衡状態の時よりも後ろ気味の防衛になるんですよね。これは守りの意識が高すぎて後ろに下がってしまうということが原因です。では、この状況で防衛をしたとき、どういったリスクがあるかというと、1、敵が中央を確保しやすくなる。2、塗り範囲が取られるので、スペが溜まりやすい。3、1ですね、逆転を狙える範囲となります。防衛ラインを下げることによって、これだけのリスクが実は生まれてるんですよね。では、これを防ぐために、防衛ラインを上げてみましょう。これを見てみるとわかりますが、デスのリスクはあるものの次のような恩恵が受けれます。1、中央とオブジェクトの制圧ができる。2、足場を取られないので塗り場を制圧できる。3、デスしても逆転されにくい。となります。先ほどとは逆の効果になってますね。要は、中央を取り続けると言っても、その場所次第で問題が発生するかどうかということがわかるわけです。前者のように防衛を徹底したとしても、1デスやスペシャルの押し方一つで状況は変わってしまいます。ですが、後者の場合は万が一ミスをしたとしても最低限に抑えれる可能性があるというわけですね。場所によっては下がりながら敵の対応をすることが可能です。防衛の失敗パターンとしては、前者のように不要な下がりすぎが原因になるということが多いですね。防衛といっても多少の攻めの意識は大事ですので、中央からしっかり守るように防衛を意識してみましょう。中央を取り続けれることがこのゲームではとにかく強いです。続いては均衡状態の時に気をつけたいこと、人数有利を作る工夫をすることです。均衡状態の時というのは基本後衛はその場に居続けることが多く、前に出づらくなっています。そのため、前衛同士が削り合いをした甘え行動を取った時に、後衛が潰すっていうのが繰り返されるんですよね。ただ、こういった時って、お互いに人数有利が作れないことが多いので、チーム全体的に前に出づらいっていうことが起きます。特にトラストの場合、直当てが取れないと、メガホンなどだけでは、キルを取るのは難しいですからね。事故が起きてくれればどうにかなりますが、敵陣の塗りが整っていることも多いので、倒しきれないっていうことがあると思います。では、こういう流れの時にするべきことは何かということですが、積極的に自分からキルを取りに行く行動が大事となります。こういった試合はそもそもチーム全体的に横並びになることが多くあります。こうなった場合、前衛が前に出ることも難しいため、射程的に辛くなるっていうことが起きますね。そのため、後衛が相手の後衛を潰すか、前衛を倒して人数有利を作るきっかけを起こす必要があります。後衛なのに前に出るのかと思われるかもですが、
前衛が動きづらいなら射程を生かした攻撃で試合を動かす必要が後衛にはあります。味方がデスをする前に相手を倒してしまえば、その後前衛が相打ちでも人数有利を維持できますからね。こういったきっかけ作りができるかどうかは後衛としてもとても大事なことかと思います。またこういった時に誰を狙うべきかというところですが、なるべく相手の前衛を潰してから後衛抑えがいいかと思います。理由は味方の前衛が攻めるきっかけを作るためです。攻めてもらえれば相手後衛の視線を置きますので、対面がしやすくなりますからね。手前から一つずつ確実に潰していくわけです。人数有利といっても後衛を潰した場合、相手の前衛次第では負けることも考えられます。確実に試合で前に押し込むのであれば、手前からデスをしないように処理をする方法を考えていくのがいいですね。続いての均衡状態の時に気をつけたいことは、足場を整えれば動きは止まりやすいです。防衛ラインの時にちょっと話をしましたが、こういった試合は足場を確保しておくことが試合を有利にできます。ただこの足場もどこを整えるかということを考えることが大事になりますね。その場所というのは中央の広い空間となります。プラス3においてですが、今回はチョークポイントという必ず通らないといけない場所があるため、塗りは重要となっています。ただこのチョークポイントは1つよりかは2つ以上取っておいた方が守る側としては助かりますね。そこで2段構えの防衛をする手段として必要になるのが、中央の広い空間を取るというわけです。こういうことをするだけで中央を取られたとしても味方が下がる時間はありますし、次の防衛ポジションを確保することが可能となります。このように防衛箇所を複数用意して、少しでも相手が動きづらい環境を作るのがとても大事になってきます。また足場を塗っておく理由ですが、無理やり進んできた相手に対してスリップダメージや動きを制限するためとなります。足場が濡れている状態というのは相手からすると動きづらい環境となりますからね。特にトライストリンガーの場合、スリップダメージを活用するとカス当たりでもキルが取れるようになります。爆発矢も刺さりやすくなりますね。メインのキル力を上げれるきっかけにもなりますので、ぜひ覚えておきましょう。また足場を整えることを積極的にするとスペシャルを貯めやすくなります。なので防衛の際の厚みも増しますね。防衛は下がりすぎると塗りの恩恵が少なく貯めづらくなりますので、キルの準備として塗りもしていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。全然試合が動かない、キルやルールが取りづらい試合でも勝率を上げる方法はいかがでしたでしょうか。トラストに限った話ではないですが、試合が全く動かないっていうことはマップによってあるなぁと思います。味方の積極性の問題もあったりもしますが、きっかけを作る方法はありますので、後衛でも攻めた姿勢っていうのは持っておきたいですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。